高浜中学校吹奏楽部の定期演奏会がこのほど開かれ、部員たちが息の合った演奏を披露しました。高浜町文化会館で開かれた高浜中学校の定期演奏会では、県のコンクールで演奏したマーキュリーをはじめ、ポップスやメドレーなど8曲が披露されました。部員たちは今回がラストステージとなる3年生を中心に、曲ごとに構成を変えて、これまで練習を積んできた楽曲を力強く演奏しました。後半には1年生から3年生まで総勢37人が舞台に揃い、新宝島など2曲を披露しました。会場には部員たちの家族や友人らが訪れ、息の合った演奏に聞き入っていました。